今回は稲川町親水公園に来ています。稲川町ふるさと館に隣接する川遊びスポットです。ふるさと館の無料の駐車場が利用できます。トイレもあるので安心して遊べますね。広くて気持ちがいい場所ですが、バーベキューは禁止です。公園内には屋外ステージがあり、毎年6月にホタルの夕べコンサートが開催されます。川の手前には小さな水路があり、子どもたちが生き物探しをしていました。水深も浅く、小さなお子さんやワンちゃんも遊んでいました。皆さんテントを張ってお弁当を食べたり、思い思いに楽しまれている様子でした。川遊びもそろそろオフシーズン。最後の夏の思い出に遊びに来てみてくださいね。ふるさと館の駐車場は17時に施錠されるので注意して遊んでください。ひょろひょろのイモリ、ヤモリがいました。虫以外の生き物は好きなので可愛かったです。これからも兵庫県の魅力を紹介していきます。チャンネル登録よろしくお願いします。